パラってこんな美味しいんだっていうのを本当に皆さん感じていただきたい。はい、OK です、はい、お願いします。フラクタです。ということで本日はですね、まだ3本目なので結構いい感じになってきてしまいましていやー、ほんと YouTube 楽しいね。今回はですね、テンション爆上がな時に作りたい春らんまんレシピです。これを使います。こいつです。ウルバリンです。アスパラですね。春はアスパラの季節じゃないですか。美味しい美味しいアスパラを使って最高に美味しいアスパラの混ぜピラフ、アスパラの食べ方で一番美味しいんじゃないかってぐらい美味しい食べ方がありますんで、しかもめちゃめちゃ簡単なんでかっていうと、レベル3の僕でも作れる。説得力あるでしょ皆さん。ということでやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。じゃあもうやっていいっすか。もうで今回はですね、春の、 あのレシピなので、春を感じるために春を飲み尽くしていきたいと思います。あー、春の歌。ちょっともう2度目の春に、春2番、やっていきたいと思います。アスパラのガスをここ切るのね、1センチぐらいです。1センチぐらい。ダメ、みずみずしかったら、みずみずしいところは食べれますんで、ちょっとね、こう切ります。アスパラをこうちょっとこう、なんていうんですか、なんつうのこれ、小口切り、ちょっと太めの小口切りに、ね、していきます。皮を剥かなくてももっちゃもちゃ美味しくなるんですよ。この茎の部分は細めにやってください。なんでかっていうと、茎の部分の皮は硬いから、ちょっと細めにした方が食感に気にならないですね。まあこんなもんで今日は勘弁してやる。ほぼ完成に近づいてるので、このご飯ね、温めちゃいます。全然炊いたご飯でもいいですから、 200g 測っていただければね。フライパン火にかけます。ちっちゃいのでいいです。バターを投入します。バター 10g です。バターを熱します。これ中火で結構です。もうアスパラガス、こいつを入れていきます。これをね、じっくり炒めていきますよ。これ皮の食感さえもご飯に合うようなね感じになってくるんですよ。これでちょっと炒まってきたら、塩染めがね小さじ1ぐらいですかね、はい、パラパラっと、こいつが味付けの辛めになっていきます。でここにお塩もちょっと入れます。浸透圧ですね。でお塩少々、はい、そして黒胡椒です。ちょっとね黒胡椒の、香りを足します。アスパラと黒胡椒のね相性もすごくいいんですよ。春の匂いを感じて春を飲んでいきます。めっちゃうまい。青春、青い匂いで春を感じる、略して青春、ね、ご飯を入れて、まあ、ちょっと炒めていきますね。これね、細かく切ったですね、この青春がねご飯に絡まって本当に美味しいんです。これもうこんな簡単な調理法でアスパラってこんな美味しいんだっていうのを本当に皆さん感じていただきたい。そのために僕はお酒を飲んでます。日本酒を入れていきます。酒の香りがねちょっとねバターに入るとねめちゃめちゃ美味しいの。これ入れすぎじゃない。だからここにアルコール入ってるじゃん俺にも入ってるから。なるほど、ね、大丈夫大丈夫、ちょっと入れすぎたぐらいだって大丈夫よ。はい、そしてお醤油小さじ半分、これでねちょっとねお醤油を入れてバター醤油の香りをつけていくんですね。はい、そして僕に大さじ1杯の木桜どんを飲んでいきます。久々飲んだ。これで完成です。超簡単、はい、じゃあもうお皿に雑に盛り付けていきます。さらにオーブロップフープ、アスパラガスのバター醤油焼きピラフ完成でございます。はい、それでは食べていきたいと思います。食べていきたいと思います。あー、このたっぷりのアスパラをいただきます。うまっ。ほんと俺これうまいと思うわ。うん、コンソメの染みたほくっこりの
ほくっこりですよ、皆さん。アスパラ最高にうまい。豆感が出るんですよ。ピラフってね、本当は炊き込むんですけども、今回は味付けして炒めたアスパラガスにご飯を投入することによって簡易的なピラフを作り上げてます。そしてこれ、キャン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 、パラパラパラと、あ、うまっ。半熟に焼き上げた目玉焼き乗っけてもめちゃめちゃ美味しいと思います。はい、これを入れることによって何が発生するかというと、 100% このハイボールに合う感じになるんですよ。うん、ということで皆さん、ぜひ皆さん食べていただい、バルログカテとか、バルログは古いよ古いバルバイバルログは古いストリートファイター2じゃねえか。そうだよ、ウルバリンだっけ、マーベルみたいな、ウルバリンです、はい、まあウルバリンも多分古いんだけど